よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していこうと思います。今回はですね、歴史上の話題、本能寺の変ですね、こちらに関する記事と、関連サイトなどを合わせて紹介していきます。はい、では、こちら京都新聞6月2日の記事です。本能寺の変真相、大佐の1位は総選挙に国内外から3万5000票とあります。はい、では記事を読んでいきます。謎が多い本能寺の変の原因を50の説から選び、インターネット上で投票する総選挙の結果、最多得票を集めたのは暴君討伐説だった。主催した京都府福知山市などが変が起きた6月2日に合わせて発表した。寄せられた約3万5000票中、2位に大差をつける4046票を獲得した。総選挙は新型コロナウイルスの影響で福知山城天守閣と福知山三井出ミュージアムが臨時休館となったため、外出せずに参加できる企画として同市と福知山三井出プロジェクト推進協議会が催した。5月の投票期間に全47都道府県と海外から3万5359票が集まった。行政機関からの通知を模した謀反に関するお知らせはがきを希望者に抽選で送る特典がネット上で反響を呼び、投票者の9割近くが申し込んだはがきの当選倍率は約240倍だった。1位の暴君討伐説、信長非道説は明智光秀が織田信長の残虐な行為を許せず正義のために討ったとする説、2位は秀吉黒幕説2513票、3位は怨恨説1866票だった。暴君討伐説の投票者からは、一時では義の人、私利私欲の無根ではない、などの声が寄せられた。市と同協議会は、三井のイメージが主君を訴える裏切り者から多様に変化していると感じる。三井の知られざる魅力を発信してきた市として嬉しいとしている。はがきが欲しいとの声が多く、対応を検討中という開票結果は、同ミュージアムのホームページで見られるとありますね。はい、こんな感じですね。はい。こちらが、一般的な何かこう、選挙速報ですとか、税金のお知らせ、そういった感じの、模した形で、三井が謀反を起こす、謀反のお知らせという感じの、ちょっと変わった、イベントの、なんていうか企画というか、そういうはがきが送られるということで、投票が簡単になったこともあり、3万5000票も集まったということですね。はい。で、この協議会についてはこちらですね、福知山市のサイトで、詳しく、紹介しています。こちら、福知山、三井出プロジェクト推進協議会の取り組みについてということで、キャンペーンですとかイベントですとか、そういったものをいろいろ開催してまして、こちらにまず、ラッピングした、特急列車ですね、あと、ガイド講座ですとか、こちらですね、メモリアデーということでいろいろ企画を実施します。ただ、今回のコロナウイルスの影響で、ダメというか中止された企画なども多いのですが、コロナが落ち着いたことでなんとか軌道に乗ってくれればなというふうに思いますね。はい、そのプロジェクトの一環として今回のこの、三井寺の謀反の原因を推測してアンケートで投票してみようというこちらですね、三井寺本能寺の変原因説50総選挙というのが開催されました。はい、この記事あった通り、投票は5月中に行われております。すでに終わったものなんですが、それにこちらですね、3万5359票も集まったということですね。はい。特に大きなプレゼントとかそういうものはないんですけれども、記事にありましたように、本能寺のお知らせはがきというのが、抽選で届くということで、それがこのままネットですとか新聞記事などにもなったことにより、投票者が増えたということで、みたいですね。はい。でこんな感じですね。本能寺の変の原因については、YouTube などでもいろいろ推測したものがありますので、皆さんも知っている方多いかと、多いと思いますが、結局これだという決め手というのはないままに現在に至っていると。そういったものをこの50ですね、いろいろ細かく分けて、インターネットで投票してみたらどうなったのかなというのが今回の企画ですね。はい。でこんな感じですね。はい。こういうはがきが、抽選でこういうはがきが届きますよ。抽選で130名ですね。3万人以上集まった中から130人ですね。倍率240倍というのは当然かなというふうには思いますね。はい。こういうのが届きますわ。実際今後、応募、希望者が多かったということで、例えば何百円かで有料販売というか、有料送付になるような可能性もあるのですが、それはそれでちょっと楽しみにしてみましょう。はい、こちらに、50の原因ですね、いろいろ詳しく紹介して、その人の代表的なものをいくつか紹介しています。どれも、そこそこ根拠がありますし、全く否定できるというものではないので、なかなか難しいところなんですが、その辺は客観的に見て、ネットユーザーの人からどういうのを集めるのかなという感じで、投票を募ったということですね。はい、こんな感じですね。はい。
その結果がこちらですね。本能寺の変原因50総選挙の投票結果発表ということで6月2日に発表となりました。はい、で一番多かったのがこちらですね。はい、1位が、11番の暴君討伐説、信長披露説ということで4046票を集めています。応募者からの声、まあ、一部ですが紹介してあります。地方と言われる明智光秀があそこまでのクーデターを起こすには、起こすに至るには単なる個人的な援交だけでは不十分と感じたとか、あと、光秀が好きなのでそうだったらいいなという希望です。光秀さん真面目で優しいから頑張れ光秀なんていうのもありますね。はい、で2位が、羽柴秀吉黒幕説、2513票。3位が怨恨説1866票。次が、まあ、野望説ですとか羽柴秀吉実行犯説ですとか、朝廷黒幕説、突発説ノイローゼ説などがありますね。はい、まあ、の下位の方に行くと、例えば40位が信長の対朝廷対策との関連ですとか、41位が堺商人徳川家康黒幕説ですとか、42位が源平交代説ですね。で下の行くと、49位毛利輝元黒幕説ですとか、50位が近江土豪連合寛容説なんていうのもありますね。はい、まあ、一番下の方にも48票入っているということは、まあ、少なからずそういったものを、支持する人がいたということにはなるみたいですね。はい、こんな感じですね。で、まあ、今回、まあ、テレビ番組のテレビのドラマの影響などもあって、まあ、三菱を見引きした意見が多いのかなという感じもするんですが、ただそれでも1位になったのが、4046票ですね。1割ちょっとだけだ、11.2% ですか。そうしたのを考えれば、まあ、結構やっぱり、分かれたなというところが感じがしますね。はい、でまあ、この辺のこの橋場秀吉黒幕説ですとか怨恨説、まあ、その辺りはそういったのを支持するこう人も多数いますし、まあ、関連した YouTube 動画もなども上がっているので、そちらの方も見てほしいかなと思います。まあ、そういったのの原因がいろいろ重なった複合説ですとか、まあ、いろいろ複数説ですとか、そういったのもありますので、まあ、その辺りなども興味のある方はぜひ見てほしいと思いますね。はい、でこういった改革で、まあ、一部ですね、こんな感じになっていまして、まあ、一部、応募した方々の中からこんな感じですね。いろいろ集まっていました。こちらですね。はい、例えばこの、1位ですね。先ほど、少し紹介しましたが、以前は3怨恨説に近い考えだったが、大河ドラマを見て11、暴君討伐説になったですとか、あとはこちらですね、福知山っ子にとっては光秀は名君と子供の頃から思ってきたからなんて、そういう感じもありますね。はい、その他、2位がですね、羽柴秀吉黒幕説、秀吉による天下取りのマッチポンプでしょうとか、秀吉の中国大外相を考えるとあまりにことが早く進みすぎている黒田官兵衛が側近秀吉側にいたし、光秀ははめられたんじゃないかと思うと、もしくはこれですね、一番得した人が犯人、いつよりも勝者によって表の歴史が作られる、敗者の歴史は口伝で語られるのみなんていうのもありますね。はい、3位が怨恨説ですね。他の各論もこれが根底にあってこそというのが定番というか納得しやすい気がしますとか、あとは信長のパワハラと、光秀は理知的な人だと思うのですが、それ以外に感情を表に出せず恨みが募っていったのではないかと推測しますと。あと 4位ですね、野望説、結果的に本能寺変が失敗に終わったから光秀が何がしたかったんだろう、後世の人が生まれているだけで、戦国時代になるんだから下克上ができる状況がそれを見本を起こすのも当たり前だと思う、でこうあってほしいという思いを込めて一番理由がかっこいいなんていうのもありますね。まあ、羽柴黒秀吉の、実行犯説ですか、まあ、そういったのですね、超速病としか、関与説、最近ホットな説なのでそんな感じの説がありますね。ですからこういったのを読んでみると結構いろいろな、説を支持する人の、考えが出てきて面白いですね。これですね、12位の不安突発説、毎週キリンが来るを正座して見ている9歳男児と相談しました。お父さんでしょうか、お母さんでしょうか、そういった方からの意見も寄せられていますね。はい、あとは、そうですね、こちら、朝廷守護説ですとか徳川家康黒幕説ですね。はい、しっかり社会から帰られたりして怪しいぞとか、そういうことを言って、確かにそういう面もあるかもしれません。はい、こちらですね、信長不死説というのもあるみたいです。まあ、信長はそれで死んでなかった。確かにまあ遺体が見つかってないとか、そういうのも、原因の一つありますけれども。これですね、直感です。壮大な物語であってほしい願い。こんなに何百年の語り継がれる誰も想像できない裏があってほしい。解けないまま、謎のまま語り継がれてほしいとかね。
で信長は死んでおらず、光秀も死んでおらず、まあ、天下になった、結局誰も死んでいない本能寺の変というのが好きという感じですね。はい、なかなかそういう感じのもありますね。でずっと、まあ、下位の方を見ていくと、40位ぐらい見てみましょうか。40位ですと、信長と朝廷対策との関連ですね。パリピウェイで上名信長と違い、古式ゆかり、ゆかしいについては朝廷に立てつくことに対してはレギュレベルで無理であったと。信長の将来構想、これからの国づくりは分からなくなった不安感からなんていうのがありますね。はい。なかなかこういうの面白いですね。はい。あとは、酒井商人、黒幕説ですね。既得権益を奪われた恨みは大きい。千利休や今井宗久など、後世に名を残す実力者もり、大名を動かすような力を持っていたと考えられる。多分、イエス遣いともつながっていたと。戦うにしても、奇跡を維持するにしても、お金は大事ということ。確かにそうかもしれません。あとは、高野山黒幕説ですとか、こういったのがありますね。まあ、最下位がこれですね。近江土豪連合官僚説ですが、地元民大切にしてそうなので、堺の人間としては堺商人説も捨てがたいのですが、まあ、堺市の方でしょうか。堺市に住んでいる方が、この、近江土豪連合官僚説を支持されているんですね。はい。黒幕というよりは、明智光秀の優しさから、近江土豪連合の意を組んで謀反を起こしたのではと感じた。授業で習った時は悪人のイメージが強い方が、今では優しいイメージの方が強いと、まあ、そういう感じで。まあ、やっぱり、まあ、ドラムですとか、まあ、最近のこの、まあ、なんて言いますか、再発見ですが、そういったのを、関連したところで、かなり光秀のイメージが変わってきているんだな、ということもありますね。はい。こんな感じで関連サイトも紹介しています。はい。こちらですね、こちら、記事ですとか関連サイトなどは概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ見てみてください。はい、では今後もこうした形で地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと、共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では今回はここまでです。ありがとうございました。